はい、おはようございます。炭酸生態のアンジです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回はですね、炭酸生態の効果実証済みのですね、お話をしていきたいと思います。今回はですね、この枚方 SS 枚方スイミングスクールおよびフィットネスクラブのですね、炭酸生態体験会に先日行ったんですけども、その時のですね、お話を少ししていきたいと思います。で、これをですね、僕がお話しする理由としてはですね、僕はその治療院も経営しながら炭酸生態というのもこう全国的に普及していくっていうこともしてるんですけども、それプラスですね、炭酸生態というものにですね、もっとよりもっとたくさんの人に触れてもらいたいっていう気持ちがあるんで、こういうスポーツクラブとかスポーツ大会とかですね、そういうボランティア活動に近いような状態でですね、活動してるんですけども、それでですね、今回その枚方スイミングスクール、枚方フィットネスクラブのですね、関係者並びにですね、段取りをしていただいたですね、株式会社 JSS の担当者の方にですね、非常に、ここでですね、お礼を申し上げたいと思います。本当にどうもいつもありがとうございます。はい、まあですね、僕たちがですね、そのいろんなスポーツクラブ、協会事業ですね、水泳協会、各種水泳協会とか陸上関係とかですね、バレーボール連盟とかですね、いろんなところでですね、僕は炭酸生態というのをですね、普及するっていう一環でですね、皆さんのその怪我をしない体づくりっていうことで活動しております。で、これもですね、僕がそうやっている炭酸生態をですね、先ほど言いましたけど、このスプレーたちがですね、もっともっとメジャーになれば、体をお家でケアできるんじゃないかとか、別に整体治療院行かなくてもいいんじゃないかっていうですね、そういう活動にもなっております。で、今回ですね、この枚方スイミングスクール2日間行ったんですけども、すごい良かったです。で、何が良かったかというとですね、スタッフさん、この枚方スイミングスクールのそのスタッフさん、フィットネスクラブのスタッフさんがですね、もうすごい優しいんですよね。僕たちみたいな、その初めて、ほぼほぼ初めてに近いような状態でですね、行かせていただくようなところでですね、そこでこう温かくですね、迎え入れてくださってですね、僕たちがやりやすいようにやらせていただいたっていうことがすごいありがたくてですね、今回ちょっとあえて動画でもですね、こういう配信をさせてもらってるんですけども、今回もですね、すごいいろんな経験ができました。で、これはですね、治療院で一人で、僕がですね、お店にずっといてるよりも、100倍も200倍もですね、勉強になったんじゃないかなと思うんですね。そこらのですね、セミナーとかですね、勉強会行くよりもですね、かなり内容が濃かったんじゃないかなと思うんですね。理由はですね、たくさんあります。まあ、その中でですね、僕が思うのは、リアルに、スポーツクラブに通っている会員様方のですね、リアルな悩み、リアルなその痛み、体の痛みとかいうのをですね、リアルに聞けるわけなんですね。それが一番の僕はですね、大きな収穫であったり勉強になるわけなんですね。で、それをですね、その痛み、肩が痛い場合にですね、どうやったらこの炭酸スプレーを使って、痛みを克服できるかとかですね、どうすれば、お家でこの炭酸を使いながら痛みと向き合って痛みのない日常生活を送っていけるかとかですね、そういうお話をさせてもらうわけなんですね。それをすることによってですね、スポーツクラブに通っててもですね、その体が痛いから通いたくないとかじゃなくて、体が軽くなってさらに運動して若返りたいとかですね、健康年齢を上げていきたいとかですね、もっともっとこの健康意識を高めていきたいとかいう、そういうですね、僕らに年上の方々、先輩方がですね、そういう活動をしております。それを見ているとですね、やはり僕も60代70代になったらですね、スポーツクラブ行きたいなっていうのがすごい本当に本心を思っております。で、まあ、そういうですね、いろんな方と出会ったのも一つ大きかったんですけども、この枚方スイミングスクールもですね、結構名門でして、オリンピック選手が出てるんですね。で、有名なそのメダリストの方なんですけども、 200m バタフライだったと思うんですけど、中西優子選手っていう方が、ここのその言えば母校に当たるんですけども、その方がですね、偶然にもですね、ばったり僕たちの体験会の日にちょっと来ていただいたんですね。で、もともとですね、もう今は現役離れてますけども、体がすごい柔らかいんですよ。でも体がこれ以上柔らかくなったら困るから、私岩とか言う冗談におっしゃってたんですけども、最後帰り間際に少しだけお時間いただいてですね、体験していただいたんですけども、その時に言われた言葉が一つあります。で、その時に言われたのがですね、10年前に出会いたかったなって言われたんですね。で、なぜかというとですね、その一流アスリートが常に体が柔らかい状態でもですね、炭酸を吹きかけて体の変化っていうのをすごい敏感に感じるわけなんですね。で、これはですね、
ね、僕たちがそのいろんなスポーツイベントであったり、施術でもそうなんですけど、体に敏感に向き合っている方はですね、非常にこの炭酸を一吹きかけるだけでも変化に気づいてくれます。でこれもですね、最初は気づかないんですけども、どん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 体がですね、この感度が上がってくるっていうんですけども、これはですね、またあの次回の動画でも撮りたいんですけど、その脳との誤差っていうのがですね、体の痛みの原因であったり、その問題点っていうのが出てくるんですね。その痛みのその脳との誤差っていうのが敏感にそのリンク率が高いって僕は言ってるんですけども、そういうような形で、体がですね、受け入れやすい状態になってるわけなんですね。逆に悪いものだったら受け入れないですよ。じゃないとですね、一流の世界の、トップレベルで競技している方がですね、いるものといらないものを自分の体でですね、体感して不必要必要というのを取り入れないと、やはり体ってですね、ダメになってくるじゃないですか。だから常にいいものを取り入れていくっていうのが多分プロの一流のアスリートだと思うんですね。そういう方にですね、そういう10年前に出会いたかったとか、言われたんですけども、唯一中西さんがちょっと体で一番今まで現役からずっと気になっているのは左足首だったんですよ。で左足首が硬いんですって言ってたんですけども、僕たちの一般人レベルではなくてですね、プロの一流アスリートレベルの硬さですよ。もう足がですね、こうギュッともうこう足の甲とすればギュッとこう床につくぐらいまで柔らかいんです。で左も右も柔らかいんですけど、ただ左の方が若干ちょっと硬いかなって感じなんですけど、それでも全然問題ないレベルなんですけども、それをですね、ちょっと炭酸をかけてちょっとだけケアさせてもらったんですけども、ケアというか、まあそうですね、ケアさせてもらったんですけど、そしたらですね、あ、全然違うわって言って、つま先でバレリーナさんのようにつま先ピッと立って、あ、全然楽っておっしゃっていただいたんですよ。もうこれが僕はですね、一番の収穫じゃないかなと思うんですね。で最後にですね、なんとなんとですね、写真まで撮らせていただいたんですね。もうこれ中西さんです。これ僕と、これが宮古島の坂藤先生という方なんですけども、こういう写真を撮っていただいて、でこれもですね、このイベントに活動して2日目のイベントなんですけども、これがピンクが坂本先生、左が本間弘隆先生という先生なんですけども、あのこういう写真もですね、撮らせていただいたわけなんですね。でこれがですね、僕はあの嬉しくてですね、こういうこのイベント関係にこう携わってくれた、まあ会社の方々にですね、よかったじゃないですかと、これ中西さんとたまたま偶然この時間のこの瞬間に会えるってほんま奇跡ですよと言われたわけなんですよ。僕も本当奇跡だなと思ったんですよね。で、あ、僕持ってるなとか思ってですね、やはりですね、みんなに感謝しつつこうお仕事させてもらってるからこそ、神様からくれてご褒美かなと思って、僕はすごい喜んでるんですけども、まあ、そういう活動をし続けて、どん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 この全国のスポーツクラブに、いろいろ炭酸生態という良さを広めていこうと僕は思っています。目標はですね、日本全国1000店舗行こうかなと思っています。でこれの皮切り一発目が枚方だったんですね。で今回ですね、なぜこういうイベントを僕がですね、あえてしているかっていうことがですね、あります。別にですね、ぶっちゃけた話ですね、ビジネス、まあ、言えばですね、下世話な話かもしれないんです、下水話か下世話か分かんないですけども、お金稼ぎであればですね、別に YouTube なんか撮らなくてもいいんですよ。治療院でがっつり治療しとけばいいんですよね。でも僕はですね、一つ大きな夢があるから、こういう YouTube を毎日毎日配信してるんですね。これが何かというとですね、これあえて僕皆さんに公表するの初めてのかもしれないんですけども、子どもの未来をですね、楽しくしていきたい、楽しくさせたいと言った方がいいかもしれないですね。これはですね、完全に僕大人のやることだと思ってるんです。僕たちのこの僕が40、50前なんですけども、これから若い20代30代の方もこういう形で未来のその日本の未来の子供たちが楽しい社会に送れるために、僕はですね、この炭酸生態体験会っていうのをやっております。なぜかというとですね、今の世の中ですね、医療費の問題、お年寄りの問題とか、さまざまいろんな問題があります。日本人は元気がないとか、日本人は自殺率が高いとかですね、いろんな問題がたくさん抱えてるんですけど、それってですね、僕たちがですね、それに下向いてるわけじゃいけないんですよ。で僕たちが、前を向いて楽しい大人っていうのをですね、見せていかないといけないと僕は思ってるんですね。でそれがなんで炭酸生態体験会と関係あるかというと、大いに関係があって、僕たちがですね、子どもたちを楽しく、言えばですね、未来を過ごさせたいんであれば、今の現状の大人たち、今の現状の大人たちを元気にさせないといけないんですよね。
元気にさせないと子供たちが波及しないんですよ。これはですね、もう絶対なんですね。子供たちに元気に出せ元気に出せ言うてもですね、いやお前元気ないやんけって言われたらどうするんですかって話なんです。お父さんお母さんがですね、お前元気出せよって自分の息子や娘に言ってもですね、いやお父さん顔しんどそうやしみたいなのだったらですね、もう何やってるかわからないですね。ボタンの掛け違いどころか、あのズボン履いて パンツ履いてないみたいな状態になっちゃうわけなんですよね。僕そういうのがすごい嫌で、だから元気な、大人たちを作りたいっていうのがあるんです。元気な大人たちをどうして作ればいいのかっていうとですね、この炭酸というものを使っていくわけなんですね。で、あのこれがなんで炭酸が元気になっていくかというとですね、今までのその医療とかお医者さんとか別に問題はないんですが、その僕的にですよ、僕的に言うとですね、薬たくさん開発されている、医療もたくさん医療が発達している、でも、痛みが取れない、腰痛が治らない、目が悪くなる、鬱が多い、もうなんか下手すれば人が減っている、ネガティブとかですね、そんな話ばっかりじゃないですか。それおかしくないですか。あの医療が発達してたのに、みんな人間で健康になっていくのにもかかわらず健康になっていってないわけですよね。で僕はですね、薬に頼らないっていうような形で、この炭酸というのを使っていきたいと思ったんですね。で僕今薬で頼らないって詰まったのは、僕に理由あります。薬は頼っていいと思いますっていうのはですね、僕もあの漢方であったりとかですね、そういう漢方に近い薬は飲んでます。でもですね、その痛みを止めるとかですね、鼻水を止めるとかいうのはですね、極力飲まないようにしてるんですね。っていうのはですね、それは体に言えば毒が溜まっていくわけじゃないですか。それっていい話ですかって話なんですね。見かけ上の体は元気かもしれないんですけど、体中身ボロボロなわけですよね。でそれでですね、精神的にも参ってきて、メンタルも落ちてきて、仕事がやる気ないとか働きたくないとか、みんなそういうような時代じゃないですか。そういうのをですね、僕は何とかしてですね、元気な大人たちを作り出して、未来の子どもたちを楽しく安心できる世界日本にしていきたいと思ってるんですね。そのために僕はこういう炭酸生態というのをまず広めていかないといけないってわけなんですよ。これを広めていかないと、僕がやりたいこの子どもの未来を楽しくさせるっていうプロジェクトがですね、成り立たないんですね。僕一人でですねやっても全然問題ないですが、僕一人でやっても1が15くのと100人が15くのと、もうそれで100倍違うわけなんですね。で今それでこそ炭酸生態のですね、いろんな先生方が僕と一緒にですね、こういう活動をしてくださってます。で僕はこれあえてこういうことはその炭酸生態の先生言うてないですけども、これ言わない理由は一つあってですね、僕がこれを言うことによって先生が無理やりやらされてるっていうのは一番嫌なんですね。先生の、やりたいっていう自分の気持ち、パッションとか理念がないとですね、これってやらされ感があるんですね。やらされてるイベントって一番嫌いなんですよ。僕もですね、そういう社会人であったりとかですね、そういうやらされてる仕事っていうのはですね、もう本当に感情乗ってこないんですよ。だから面白くない、パフォーマンスも上がらない。これスポーツでもそうですね、練習させられても、なんでこの練習しなあかんの、意味がわからんときはですね、意味もなくやってるとですね、怪我しちゃうとかですね、そういうことがあるんで、僕はですね、この僕のその基本理念はお伝えしても全然問題ないんですが、こういうことが僕の目標としてあります。子どもたちの未来を楽しくさせたいというのがあるんですね。そのために現状何をしていかないといけないっていうことですね。まあファーストステップとしては、この現状の大人たち、元気のない大人たちを元気につけさせる、元気つけさせるために何かというとですね、今のその医療であったり健康であったり社会環境をこの炭酸を通じてですね、ポジティブじゃなくてネガティブ、これ明るくなるものなんですよね。なんで明るくなるかというとですね、炭酸をかけて筋肉柔らかくなった瞬間、何これってなるわけなんですよ。これみんなですね、ほぼほぼ 99.999% ぐらいですね、みんなそのリアクションです。初めて体験するとは、なんでみたいな、うわすごいってなるわけなんですよ。それってですね、何が起こるかというとですね、感情のスイッチが入るということですね。あ、パチンと入ってですね、あ、今までの常識じゃない、今までの常識が覆される、これもしかして何か期待ができるんじゃないか、奇跡的なものじゃないんかっていう期待値が上がるんですね。その期待値が上がってるからこそ、僕いろんなそこのスポーツイベントであったり、テレビ出させてもらったりとかですね、僕のその志に惹かれて炭酸生態というメンバーがたくさん集まってくるわけなんですね。で今回ですね、ちょっとこの動画で撮らせてもらったら非常に申し訳ないんですけども、僕ですね、いつも日々老化予防のアイデアとか健康のヒントとか痛みの予防とか、いろんな動画を配信してるのもこれなんですね。
これがあります。僕の中にはこれがあります。現状の大人たちを元気づけたいっていうことなんですね。元気づけたらどうなるかと、心の余裕ができる、心の余裕ができたらどうなるかで、周りの自分以外の方たちにもいろんなことを提供してあげようという気持ちになります。この気持ちが大事でして、これがですね、僕の思っている未来の子どもたちを楽しくさせたいためのこのスプレーだという位置づけで僕はやっております。でですね、この動画ですね、僕は一般の方に配信してるんですけど、まあ、オープンにしてるんで、治療科の先生、セラピストの先生たくさん見てくださってるんですね。で、質問もたくさんいただくんですけど、僕みたいにですね、あ、アンジこれすごいええこと言うてるやないかと、ちょっとですね、一回ちょっと一回話したいとかですね、一回僕のその深層心理を聞きたいとかですね、そういう方がたくさんこう質問とか LINE アドとか来るんですね。めちゃめちゃありがたいんですけども、まず、僕のこの話を聞いていただいて、ちょっと心が感情が動いたんであればですね、一緒にですね、僕の炭酸生態、この炭酸スプレーを使ってですね、全国を元気にさせていこうじゃないかと思っております。もしよかったらですね、僕とですね一緒にやってきていってほしいと思います。またコメント欄とかですね、 LINE アットにも、どんどんそういうコメントいただけたらですね、僕もあなたをですね全面的にサポートしてですね、あなたがその周りのその地域の周りの元気を作るっていうですね、そういうポジションもですねかなり提供できると思います。そしてですね、ぶっちゃけちょっとビジネス感だってあれかもしれないんですけど、僕お金の話一切しませんっていうのはですね、こうなったら自然にお金は後から回ってくると僕は思っております。だってですね、昔からその江戸時代とか明治時代とか、その昔の先人たちはですね、お金儲けガチガチしてるっていう感じじゃないわけなんですね。言えばですね、お金は後からついてくるっていう、僕おばあちゃんが教えてもらって、まさにそうだと思うんですね。結構今世の中の人ってですね、金金金みたいな感じになってるんですけど、僕それが一番嫌いなんですね。やはりですね、自分がいいことをすればですね、徳を積むっていうことなんです。徳を積めばですね、必ずなんですけども、お金ってリターン入ってくるんですね。だから僕はお金の話一切しないんですけども、もしあなたもですね、そういうちょっと僕もお金の話って、この自分のね YouTube セラピストの動画でしたくないんですが、こういう活動をですね惜しみなくできる方、ぜひぜひですね、僕の、一緒にですね、炭酸生態スプレーをですね一緒にですね広げていってほしいと思います。またよかったらですね、コメント欄にコメントしてください。またですね、 LINE アットの方をですね、登録していただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。またですね、ちょっとお話が長なったんですけども、またですね、次回からですね、有益な情報を配信していきたいと思いますんで、先ほど言ったその体のその脳の誤差の話とかですね、していきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。イエーイ。